ジュゼッペ・マリオ・ベランカ・ベランカ WB-2、コロンビア号ジュゼッペ・ベランカは、イタリア生まれで、アメリカ合衆国に移住した航空エンジニアである。ベランカの設計した航空機には、無着陸大西洋横断飛行を行った、コロンビア号や、太平洋無着陸飛行を行った、ミスビードル号などがある。シシリー島に生まれた、ミラノ工科大学を卒業した。 1909年に最初に飛行機を製作し、最初に飛行したイタリア製の飛行機となった。1911年にアメリカ合衆国に移民した。1925年にライト飛行機に雇われ、ホワールインドエンジンを搭載するライトベランカ WB-1、WB-2 を設計したが、ライト飛行機が WB-2 の量産を行わないことを決めたため、 チャールズ・レバイト、コロンビア飛行機を設立した。1927年にはベランカ飛行機会社を設立した。1927年には雑誌タイムの表紙にを飾った。1960年にニューヨークで没した。ありがとうございます。